BTU アニメラボへと。小林弘之です。セブレイン松井です。またも山下です。お願いします。今回の今週注目アニメはこちらです。キラッとプリチャ第88話です。はい、はい、まあ先週もね話したんですけど、先週イモちゃんとアンナちゃんがもうなんかちょっとヤバい感じの喧嘩をしてしまって、なんか良くなるかと思いきやそう、っていういつもと違う感じの喧嘩をしてしまって、どうなるかなと思いきや次はサバイバル回ですって言って終わったと思うんですけど、まあなんかそういうなんかリゾート的なところでねショーをするってなって、まあみんなで向かってたんですよ。そのメルティングスターとキラッツとあのリングマリーとでみんなで船に乗ってね向かってたんですよ。そこで船がなんとあの半分に割れまして、うん、待ってなぜまたまたどう割れたと思う。そうそう、まあ、だって船ってこう横長にイメージするじゃん、真横から見てね、でまあ折れるとしたらこれがこうなり、まあ、こうなりの、そう長いのが2つに折れる。世間一般の人が想像するのはこう船があったとするじゃないですか、ね、そしたらここはここよ、真ん中がここが割れる。そうプリちゃんはこう割れます。裂けるチーズみたいなイメージですか、ね、長いのが鋭利な刃物突っ込んでるからね。上から見た状態ね、こう割れるね。綺麗に二手に分かれた状態ね。そもそもなんでって話なんだけど、刃物にこうスパーっていったしか思い出せない。石川五右衛門が真ん中でこうしたの見たの出てたって言ったかもしれない。綺麗に刃物にめっちゃ綺麗、剣豪がこうしてた、断面も綺麗。そっちって思う、みんなそっちかって思いながら、まあ半分に割れて流されていっちゃったね。エモちゃんとアンナちゃんが二人で流されてしまって、他もみんな抱けたのかな。そうか、そう割れたらね、分かんない、5対5ぐらいの割合で分かれそうなもんだけど、8人みたいな状態になる。そうなっちゃうのかな。2人だったんだ、さっと2人だけか、なんだよ、ウゲンが2人だったのか。いや、ついてないね。そう、ついてないでしょ。ついてないよ。で、わーってなっちゃって、で、まあ、結果的に言うと、その、あの、2人を仲直りさせようと。お、なるほど、はいはい。まあもうその着いた到着した島自体が、まあそのアンナちゃんの顔みたいなね島をしてるんだけど、それのこっち側にアンナちゃんとエモちゃんは今います、はい、でみんなこっち側でバカンスを楽しめます。なるほど、右ツインテと左ツインテに分かれるみたいな。そうだから、まあみんなこっちにいて、まあアンナちゃんとエモちゃんもこっちにいて、で常に赤木家が監視しているので大丈夫ですって。だからもう安全です、とりあえずもう1日かけて仲直りさせますみたいな、一緒にさせとこう、そう、ずっと二人にしとけば仲直りするでしょうみたいな感じの作戦だったんですよ。安心、そうそうそう。でまあだから食べ物もなんかちょっと歩けば落ちてるような感じの、寒くなったらなんか火起こし器が落ちてるみたいな、イージーモードではあるのね。そう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 、平和なあの、そう、協力して暮らせば十分大丈夫な、いいギャグですねみたいな。そうなんです、全然落ちてるもんかねって言いながら初心者向けコースだから始まりましてね。でまあでもそのお互いにやっぱりまあ素直にはなれないわけですよ。でなんかこうでもね、結果的に、全部結果的に言いますけど、あの、アンナちゃんが大人なんですよ。キャラクター的にはさ、なんかちょっと子供っぽいというか、そう、ね、わがままっぽいというかね、お嬢様、お嬢様っていうイメージ、パッと見ない、パッと見ない、好きなことやってるから、なんだけど、まあアンナちゃんがもともと怒ってたのって、そのエモちゃんがそのジェルコーデを取れなかったことに対して笑って、まあ次とかいつかは取れるでしょうみたいな、その能天気なところがムカつくと。でエモちゃんはそのなんで怒ってるかはずっとわからない状態なのよ、アンナちゃんが。なんかいつもと違う怒り方してるけど、なんでいつも以上にこいつキレてんだろうって思ってるのよ、エモちゃん。でもまあその怒ってて、そのいつも通りしてくれないからムカつくみたいな感じのエモちゃんと、アンナちゃんはまあその能天気なのがすごくムカつく。でもちょっとぐらい私にもその能天気さがあったらうまくいったのかもしれないっていう、アンナちゃんがこう自己完結していくのよ、はい、羨ましさもあるしっていうの。そう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 、だからなんかで結局あのアンナちゃんがね、その夜にね、なんか自分の作った曲をね聞いてたのよ、でまあエモちゃんもまあそう2人しかいないから、まあ、聞こえるじゃん、でそれ聞いて、まあなんかいい曲だなみたいな感じで思ってて、
で次の日なんかその曲をねなんかその作ったんですみたいな話をしてて、その曲はデュオ用の曲なんですって言って、おうおう、うん、でまあ M ちゃんバカだから、誰とデュオすんのみたいな感じで、アンナちゃんはアンナちゃんでなんかこう、いやもうアンナのデュオができたらいいなと思って作った曲なのみたいな感じで勢いでこう言っちゃうんだけど、エモちゃんはエモちゃんで照れて、まあ誰かとデュオできたらいいねみたいな絶対に聞こえてたはずなのに聞こえてないふりする主人公、そう絶対に聞こえてるのに聞こえてないふりして、クーってなるわけ、うん、そのクーってなると前髪いじるだろ前髪気になってる、でもそれ照れる女子の人、ね、ね、もう見てる方が恥ずかしいわーっていうぐらいのね、言われた人もそうなるしな、女子はもうな、みんな恥ずかしいとな、前髪気になるよな、うんってなって、まあでもとりあえずそのまあアンナちゃんはアンナちゃんで本当自己完結していくから、うん、とりあえず2人で協力してこの島から出ていこうってなので、うん、2人で、ね、あの頑張っていかだを作り、うん、ステレオタイプのイカダを作って、オールもねちゃんとなんかタイムキットナイフも落ちてたんでしょ、あタイミングで削り出せたんだそうで、オールも作って、うん、じゃあ出てくぞって言ってイカダに乗って出て行ったら、うん、こうサメに囲まれちゃうのよ、うん、でもそれは予期せぬ事態だったのよ、うん、赤城家もで、サメに囲まれちゃったんだけど、でもう死ぬかもしれないってなった時に、あのアンナちゃんとエモちゃんが最後に戻ったら2人でこのライブやりたかったよーって言うのよ、うん、デュオライブしたかったよえーんっていうところに、うん、あのいつもの赤城家のお手伝いさんが助けに来てくれるんですけど、うん、サメを倒しに、うんうん、そうジャンプしてキックしてサメを倒すんです、急にコマンドがそこまでは分かる気がする、2匹のサメがこう起きてるところにコークキックで現れて2匹同時に倒すっていう、 ER 感覚なの。でまあ無事にね反対側のツインテールの島の方に戻ってきて、はいはいね、まあなんとなく仲直りしたのかなみたいな感じで、うん、みんなもまあ前よりは良くなったかよかまあいっかみたいな感じだったのよ、うんうん、まあちょっとギスギス取れたかなぐらいの、うん、でまあ良かったねって言ってたら、まあその一番ずっとそのね、うん、あの仕切っていた赤城家のメイドさんは、うんまあ、ずっと見張ってたんですよ、うん、赤城家のメイドさんがこう全部そのアドバイスをこう陰でしたりだとか、うん、物を置いたりみたいな、そうそう、うん、ずっとしてたメイドさんはまだこいつらはまだダメだって、これじゃダメだって思って、うん、急にその島にステージをね、うん、出したんです、はい、出現させたんです、はい、一番すげえやつだよな、そうそう無からステージをね、こんなこともあろうかと思ってね、エヴァの基地みたいなそうステージが上がってきて、うん、そこでアンナちゃんとエモちゃんがついにデュオライブをしたんですよ、うん、してなかったっていうのね言ってたもんね、ツインテールズですよ、へぇそんな名前だもん、かわいいライブをね2人でねするんですよ、あ、まあ、もうねずっとねもうほんとずっと言ってたの私は、うん、アンナちゃんとエモちゃんがデュオライブをしてくれしてくれってずっと言ってたんですよ、手なくなりますよ摩擦でシャカ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 、待ってたーやってくれたー、うん、そうなのだからねこれからねデュオライブがね他の子たちでもね見れるのかなって思うとそれはそれでワクワクするし ね、うん、あとねすごくいいところがやっぱそのメイドさんが勝手に出したねステージじゃないですか、うんうん、だからライブが終わった後にねちゃんと後ろに提供がね出てるんですよ、そのライブステージみたいな、そうそう、はい、あの赤城家の赤城家のそのステージ代を出してくれた提供がねちゃんとスポンサーとしてそうそうそう今のスポンサーちゃんとね配信されてるから、ね、すごいちゃんとこれはプリちゃんのライブとは違うステージなんだなっていう分かりやすいそうステージがこう、ね、そうでまあそしたらあのダイヤちゃんもねなんかわーすごいってなって、うんうん、で2人でジュエルチャンスに挑むんですよ、うん、そう、うん、でなんかあそんなプライベートライブなのにみたいなジュエルチャンス起きちゃうのみたいな、ね、まあ、確かにねそうそうそうプリズムかけるのみたいな感じだよね、そうそうそう、まあまあ、だからなんかもう2人のライブがすごかったから特別に発生したんだもんみたいな、そう言われちゃったらしょうがないしょうがないな、いや大変じゃいいからな、そうだな、そこがいいって言うんだったらありがとうございますという、ありがとうございますという、で2人
二人で色付きのジュエルコーデを無事にようやく手に入れましたので色がなかったんだもんね。そう、ね、すごかった。いや本当にね、ツインテールズのライブが本当に可愛くてね、早くもう音源出してほしい、今日配信してほしい即日のそう、いや曲最近のアーティストの速さで、それは歌詞も良かったね、2人だったんだよ、すごい。あ、なんか歌詞内容が、内容もすんげー可愛くてね、なんかね、本当はね、好きかもみたいなね、嫌いじゃないかもしれない。2人は合わせるなんだ。可愛くて、あとメイドさんがようやく喋ったりとか、そうなのよ、そうなの、ようやく声を発して喋れたんだってみんな1年半以上喋ってなかった。いやそう、モブ顔のメインだからさ、モブ顔のメイン、大人気モブ顔。そうだよ、そう、まあ、アンナちゃんは、まあ、も一緒に暮らしてるから、うん、きっともね、聞いたことはあるんでしょうよ、アニメ外で、うん、エモちゃんがちゃんと喋ったって言ってた。そうエモちゃんも初めて聞いたあの世界で外では声出しなかったもんね。そうでも、ジュエルアイドルを10人集めるみたいな、なんか決まりがあったのを、まあ、すっかり忘れてたんで、ちょっと覚えてないんですけど、どうやら10人集めるらしいんですよ。そうですね。で、だからまあ、あと1人なんですよ。今、9人になった。2人増えて、そう、リーチ。あと1人なので、誰なんだろうなっていうところで。早くデビュー。そうね、誰なんだろうな。シルエットはね、その日のあったプリパラとプリちゃんのライブでシルエットは公開されたんですけど、まあ、シルエットですから分かんない。そうシルエットだから、シルエットではシルエットだからな。まあ、なんとも言えんな、これはな。シルエットだとまだ誰も喋ったのがフラグだったらな。喋る、歌う、踊るから。まあね、でもね、ほら、まだなるちゃんも残ってるし、そうか、そう、なるでしょ、なるちゃんの可能性もちょっとあるのよ。そんな角度からありなの。それにさ、メイドさんさ、堀江優衣だったからさ、ちょっと高いかもしれない。喋ったら堀江優衣だったんですか。そう喋ったら堀江優衣だったんですか、うん、強い、出てくる情報がすごいな、メイドさん。そうなのよ。そう、ね、あと一人ね、誰かな、あと一人、誰なんだろうな。そう、ずっとね、そう、姿早く表してくれればね、いいんですけどね、誰かなっていうのと、本当にデュオライブが最高だったから、本当に見てください。デュオライブだけでいいから見てください。わかりました。ツインテールズを、ちょっとツインテールズよろしくお願いします。じゃあ、以上です。以上です。以上です。じゃあ、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。